ハイチューブ TV。今度ですけど、はい、簡単なレイヤーカットをちょっとやりたいと思います。いいでしょうか。簡単レイヤーカット。はい、まずブロッキングを取ってください。普段ちょっとウェットでまた僕はあんまり切んないんですけど、普段ウェットでは切らないんですが、今日は分かりやすいようにウェットでやります。このような感じとちょうどいい価格ですね。はい、皆さん何か質問があったらお願いしますね。リアルタイムでこれ質問できますから。で、まず簡単なレイヤーカット、ブロッキングから取っていきます。これ前回やったのと同じなんですが、ブロッキングはこのイヤートゥイヤー、はい、僕のちょっとイヤートゥイヤー違うかもしれないんですけど、まあ、ほとんどねブロッキング取って切らないんですけど、分かりやすいように今日はブロッキング取ってます。いいですか。まずここが一直線、もみあげさんとここがまっすぐ、はい、これウィッグで切る場合なんですけどね。なんで人間の場合はちょっと皆さんアレンジしてください。はい、ここ一直線、いいですか。はい、この一直線のポイントからゴールデンポイントをつなぎます。こことここが一直線になってますよね。はい、水平の状態でこことゴールデンポイントをつないでいきます。バツッと。はい、で、反対側も同様に、やります。はい、こちらも同じに撮ってるんですけど、はい、止め方がねすごい汚いですね。僕の性格が出てます。ここがまっすぐに撮って、ここと、はい、この下立棒ですね、こちらのゴールデンポイントをつなげます。ブロッキングでいいですか。これで今できてますね。そして、もう1点やってほしいのは、先ほど撮ったこのイヤートゥイヤーの場所、ここですね。ここからぐーっとまっすぐ撮ってください。センターで分けて、撮っていただければいいかなと思います。で、下を、これベースなんですけど、ベースの方を止めます。いいですか。これベースを止めてます。で、なぜこのベースを止めるかっていうと、よくありがちなのはそぎで失敗してる例っていうのは、だいたいここにそぎ入れるんですよ。いいですね。ここにそぎ入れちゃうんですよ、ここのベースに。はい、ここにそぎ入れるとどうなるかっていうと、じゃあ伸ばし、この人が伸ばしていきたいっていう時にここにそぎ入れるとバランス悪くなっちゃうんですよね。で、イカ野郎みたくなるんですよ。上が重くて下が軽いみたいな感じになって、で、ここのそぎって本当によっぽど伸ばしてないか、まあよっぽどのことがスタイル的に、まあすごいイカ野郎みたくしたい人は、またねそういうスタイルも流行ってくると思うんですけど、まあね、90年代後期ぐらいのギャルみたいな感じでやりたいんだったらここ軽くしてもいいですけど、基本的にここはあんまりそぎません。僕はここっていうのはイヤートゥイヤーの延長線上のこのボンノクボの下の部分ですよ。この部分ってすごく伸ばしていくのに大切な位置なんで、ここのそぎはまず入れないですね。簡単にベースカットで勝負します。なんで一回止めときます。ここは、はい、まあ、普段はこんな風に、まあ、何回も言ってますけど切らないので、あとすいません、最初に言っときますけど、このウィッグ毛が薄すぎて、ちょっとクソです、正直な話。この、クソっていうか、このメーカーがじゃなくて、違いますよ、すいちゃって、なんか裏にあったんですけど、なんかそぎ入れちゃってて、ちょっと使えない状態です。このウィッグがダメってわけじゃなくてね、すいません、そこを勘違いしないでください。はい、で、こちらこうブロッキング取ってますよね。で、ここから、はい、次取ります。で、次取るブロッキングは何かっていうと、このカットは V ラインっていうカットです。はい、じゃあ V ラインって何かっていうと、はい、ちょっと取っていきますね。今度はこことここの、はい、こことここの中間地点、はい、真ん中辺、ここですね、頭の一番高いところ、いいですか。頭の一番こうてっぺんの高いところですね。ここと、じゃあここのここを結んでいきます。今度頭のてっぺん、ちょうどここの、ゴールデンポイントから額の中間のポイントを取っていきます。真ん中2分の1の位置を、この位置に向かい
2分の1の1をこの先ほど取ったイヤーとイヤーの場所、はい、いいですか。これでどうなってるかっていうと、ここに V のラインできてるの分かります？見えますでしょうか、この V ライン。ここに V のラインを作ります。はい、いいでしょうか。じゃあなぜ V のラインって、これね、どういうスタイルを今後これから作るかっていうと、あの前回もやったような感じでトップに軽さが出て少し段が入ってるんだけど段が入ってないスタイルを作ります。段が入ってるけど段が入ってないような、ちょっと上だけふわっとさせたいわ、でも段はあんま入れたくないわっていうようなスタイルを作ります。いいです。なので、なぜじゃあこれね、下を取っ V に細いのかっていうと、ここをあんまり切りたくないからここを小さくしてます。上をたくさん切りたいから上をこうしてます。たくさん切るってもたくさん切んないんですけど、でここをどうやって切っていくかっていうと、はい、うちのこのショーバルタを使ってカットしていきますね。アルバで切ります。で、ここを、はい、まずこのような感じにしていただいて、さっきのねこの V ラインの位置ですよ、わかります？この V ラインの位置をこのままドンと持ってきます。で、この V ラインの真ん中の位置にあの毛束を持ってきていただいて、はい、で、ステムは頭皮に対して90度の角度で持ってきます。で毛がここまでありますよね、この中間位置です。毛がここまであったらこれの2分の1、はい、頭皮に対して90度、この2分の1をこっちにオーバーダイレクションさせてどん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 いきます。そうするとこの下の、このガイドが見えてくるんで、ここに向かって切ります。いいですか。はい、向かいますね。だある程度下をね粗切りしといた方がいいですね。適当に粗切りバババッとして、それに対してやってた方がいいですね。はい、いいですか。ここに頭皮に対して90度に持ってきて、髪の毛があったら2分の1のところになったら肛門を入れた状態でこっちにスイングさせます。そうするとどうなるかっていうと、これサイドチェンジって言って、表面のこの部分だけレイヤーが入ってこの辺あんまり入らないんですよ。しかも下を V で取ってるんで、わかります？ってことはこのベースがあまり切らさないってことですよね。ってことはベースの軽さが取りすぎない、イカ野郎にならないってことですよ。わかりますか。はい、で、このような感じで取ります。でこういう風に取ってここを切りますね。はい、切りました。はい、まずじゃあここまで切ります。はい、で今度逆をやります。はい、じゃあ逆もう一回おさらいとしてやりますね。はい、で今度逆はどうするかという、どうするかというと一緒なんですけど、はい、先ほど取った、はい、ここも頭のちょうど高いところですね、ここのゴールデンポイントから額の中間地点、ここと、このポイント、ここを結んでいきます。はい、ここを結んで V を作ります。このような感じですね。はい、でここを止めます。はい、ちょっとねダッカール、これね慣れるとダッカールなんかも必要なくできるんで、まあ、最初分かりやすくやってますけど、僕はもうほとんどこんなの取んないです。で、このぐらいの V のラインがちょっとここね短く毛がなってるんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これ V になってるの分かります？皆さん分かりますでしょうか。大丈夫でしょうか。いいですか。でこの V をなったのをまた、ちょっと今度逆側にしますね。よいしょ。でこれをまた同じように、このまま頭皮に対して90度に持ち上げ、90度になってますね、頭皮に対して90度で髪の毛がここまであったら髪の毛の2分の1の位置に来たらスイングします。サイドチェンジスイングっていう感じですね。ちょっと言葉はよく分かんないかもしれないですけど、ここまで来たら90度で持ち上げてサイドスイング、サイドにこう持ち上げてここを切ります。いいですか。サイドチェンジのスイングです。90度に持ち上げて、
髪の毛の半分、2分の1の位置に来たら、このままぐーっと持ってきて、こっちでカットします。アルバーですね、これ。ショーバルタン。で、カットします。そうすると、落としたときに、はい、先ほども一緒ですけど、もう一回言いますね。この V の、この下の方は V に取ってますから、あんまりベースは切ることがないじゃないですか。でもトップは切らされますよね。これで高さが出るわけですよ。トップの高さがちょっとふわっと出ます。だけどこの辺は、あ、ちょっと正面の方ですね。ですけど、この辺はあんまり、軽くなってないというか、まあ、そういう状況になります。で、これで終わりじゃないです。今度は、はい、ここ、つながりが必要になってきますから、つなげていきます。じゃあ、どういうふうにつなげていくのか。はい、まず、この顔まで取りますね。はい、では、先ほどのところをガイドにします。で、これ、最終的に左右、こう、この時点で、左右対称になってるかちょっと確認してください。長さ的にね、この左右と、これが違ったらアンバランスになっちゃうんで、いいですか？ちょっとこっち短く。はい。で、これ左右確認して、まあ上でこうチェックしてもいいですしね。上でチェック していただいてもいいですし、これね、ちょっとね、穴開いちゃってて、ぶっちゃけちょっとこれ今長さ違うんですけど、まあとりあえず、ここで合わせればいいですからね。で、それから今度、はい、ここに V のライン残ってるの分かりますか？この V のラインに向かってシェイプします。オーバーダイレクション、OD ですね。ここにオーバーダイレクションはこの位置にオーバーダイレクションさせます。この位置にオーバーダイレクション、いいです。オーバーダイレクションするのはこの分け目の、こっちの90度のところですね。ここにオーバーダイレクションさせます。そしてこれを、どうやったら分かりやすい、こっちかな、はい、あーんとこうか。で、ここでオーバーダイレクションバックにしますね。この時はオーバーダイレクションこうですよ。ここで切った方が分かりやすいかな。ここでオーバーダイレクションさせて、ね、オーバーダイレクションさせますね。で、先ほどのガイドのところに合わせていくんですよ。で、顔周りあんまり切らないようにして、ここでまた90度、髪の毛の2分の1になったらこっちに持ってきます。で、出たところをちょっとこう切ります。いいですか？はい、最初の V に V をガイドにカットしていきます。これをバックにやって、このままギューッと持ってきます。はい、引き出す角度は、はい、このイヤー2のここの位置に引き出します。この位置ですよ。この位置に引き出します。はい、今度逆切ってみますね。はい、今度こちらを切ります。いいですか？はい、そしたら、ここの先ほど取ったこの位置がありますから、ここにオーバーダイレクションさせます。この位置にオーバーダイレクションさせます。いいです。オーバーダイレクションしたのをサイドチェンジスイングします。はい、これちょっとね、すごい簡単なんで、理解できればバックにこのラインまでとりあえず投球投球に90度で持ってきますね。いいですか？で、いろんなアングルからちょっと今見せるんで、とりあえずこのアングルだとしたら、ここで反対側に持ってきて、この先っちょをちょっと取ります。はい、じゃあ違うアングルでやりますね。はい、これを、バックにオーバーダイレクションさせて、はい、バックにオーバーダイレクションさせて、そのままこっちに、サイドチェンジスイング、まあ、スイングカットっていうんですけど、僕の場合こう動かしたりする場合は、サイド、逆サイドにスイングカットします。いいですか？バックにシェイプしたのを逆サイドに持っていってスイングカット。はい、これによってこの表面だけ切れますから、ふわっとここだけなるわけですね。で、これだけじゃないんですよ。ここからまたつなげます。今度は、はい、ここで、まあ、本来ならこのまま切っちゃうんですけど、今日は分かりやすいようにします。はい、先ほど撮ったのはここですね。見えてますでしょうか？で、もう一回ちょっと撮る感じになっちゃうんですけど、ここ、はい、トップのところから、はい、
もう一回ですよ、トップのところ、ここですね、トップの高いところと、このイヤートゥイヤーのところを結びます。最初にね、やったところですよ。で、今度ここを止めますね。はい、今度は後ろを切らないとダメなんで、今度バックの方を同様にカットしていきます。はい、そしたら今度後ろの毛を取ります。これセンターで分けてますからね。はい、センターで分けてるってどういうことかっていうと、ここで分けてます。はい、そしてこのセンターを今度どこにやるかっていうと、今度ここにオーバーダイレクションさせます。さっきはここでしたよね。今度ここにオーバーダイレクションさせたのをまたスイングさせます。それだけです。いいですか。ちょっとこれ僕が考えた展開図なんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このままで、この時にあれなんでここ切んないのって思ったかもしれないですけど、ここベースなんで切りません。ここにここのカットはしません。このベースは後でまあつなげるんですけど、はい、とりあえずこの下は置いといて上だけをまず作っていくんですね。で、ちょっといろんなアングルからやりますね。はい、しっかりここの頭皮に対して90度のここの前の位置、この V のトップとこのイヤートゥーを結んだところのこの位置まで持ってきて、ここでスイングさせます。で、まあ切るとこね、もうあんまりないと思うんで、これなぜこっちにするかっていうと、バックの方に段を入れたくないんですよね。バックに段を入れるとここがパサパサしてきちゃうんで、これを前に持ってくることによってここら辺が切らさないんですよね。だから前にオーバーダイレクションをさせるわけです。いいですか。ここにオーバーダイレクションさせるわけです。前にで反対側に置きます。はい、じゃあこれを違うアングルでやります。はい、バックでやっていきます。で、ここで前に、オーバーダイレクションさせたら、そのまま、はい、反対側に持ってきて、今ちょっと切るとこないですけど切っていきます。これでサイドのカットが終わりになります。こっちが終わりになりますね。で、ちょっと止めておきましょう。で、今度逆サイドまだやってないんで、はい、こちらまたもう一回やっていきますね。で、今度は、はい、先ほどのこちらこういう感じになってますよね。前側切ったんで、で、今度またちょっともう一回取らないとダメになっちゃうんですけど、ここをリリリリリリリッと打って、はい、ゴールデンポイントとおでこの中間位置に向かってここからつなげていきます。はい、で、何をやるかというと前側を止めます。そしたら今度、はい、今度はここのライン、今度前側の V ラインに向かって、オーバーダイレクションさせていきます。頭皮に対して90度です。いいですか。ここに頭皮に対して90度この位置に持ってきます。はい、ここまでオーバーダイレクションさせて、ここの頭皮に対して90度に持ってきたものを、これね、反対サイド行かないとちょっと切れないんですけど、ちょっといろんなアングルからまた見せます。はい、ここで持ってきたものを反対側に移行します。はい、で、ここ角を出たところを切ります。いいですか。もう一回じゃあこの今度このアングルでいきますね。ここが今度ガイドになるんで、前の方にオーバーダイレクションさせて、前にオーバーダイレクションさせたこの縦を、はい、反対側にグッと持ってきて、ここでカットします。で、この時に直線で切るんではなくて、R バなどを使って丸くカットしていった方が収まりがいいです。これを直線で切っちゃうと落とした時に、丸さがなくなるとちょっと馴染みづらくなるんですね。こっちに落とした時、こっちに落とした時に丸さを残すためには R 場で切った方がいいです。はい、で、ここでこういう風に持って、反対側にキューッと持ってきて、ここをカットします。で、これで、とりあえずカットが終わりです。で、バックの方ですね、この後ろのネープあるじゃないですか、ここのネープ。じゃあこのネープはどうするのって話になるじゃないですか。これでとりあえず全部切れたんで、あとバックのところのつなぎですね。でも基本的にバックのところはそぎが入ってませんので、はい、ここはもうバックの方はそぎが入ってないので、このままつなげていきます。
ちょっとこれ中短くね、前ボブかなんか切った時にちょっと使っちゃったんで、はい、このまま横スラで、ちょっと R 入れながら切るだけです。ここはもうそれ以上何もしません。 R 入れてカットで、ここも、頭皮に対してちょっとね、おへそとゴールデンポイントを紐でつながれてるようなイメージで、はい、で指を R 入れて、そのまま横スラで切る感じですね。はい、だからコームあんまり使ってないんですけどね、コームいりません。で今日一番最後のお客さんにあのびっくりされたんですけど、なんかまあ普通に僕は聞いてたんですけど、すごい見てて面白いですねって言われて、まあ普通にカットしてるだけなのになと思ったんですけど、まあ結構驚かれて、まあこのカットじゃなくてなんかいろんなのやったんですけど、あとコメントでね、いろいろその皆さんちょっとコメントの返信ができてなくて申し訳ないんですけど、人痘で枝毛取り見たいな、ライブで見たいなっていう方もいたり、あとは、そういえば、あ、そうだ、中間推薦、そう、この間 Facebook でコメントいただいたのは、中間推薦二液入りを中間推薦から二液塗布の部分まで、ちょっと見せてほしいですっていうのもあったんで、まあ、その辺ももしできたらやりたいと思うんですけど、ちょっとそこに関しては大人の事情があって、ちょっと一部は見せられない部分です。ですがまあちょっと見せれる部分だけやります。ちょっと裏技があって、それはちょっと無料、こういうのでちょっと配信できない情報になってるんで、そこは申し訳ございません。はい、で、下の方は横スラでつなげて、横スラで R を入れて、リフトは45度ぐらいですね、45度ぐらいで、このままやっていきます。45度でつなげていきますね。まあこれブラントカットしてもうまくこう髪の毛がずれてれば、あの全然大丈夫なんで、まちゃまちょっととか使わないんですけど、はい、でこれで、どういう風になったかっていうと、ここのちょっと今分かりづらいと思うんですよね、この薄いウィッグだとトップの高さが出るんだけど段は入ってないスタイルですね。はい、でサイドはこの間やったみたいにサイドチェンジを使ってもいいと思います。サイドチェンジっていうのはどういうことかっていうと、反対側に立ってここを、R までこうカットしていく感じですね。はい、こういう風な感じで、はい、このような感じでこうカットしていく方法で顔周り切ってもいいです。このように切って、でまた反対側に、こっちからオーバーダイレクションさせてサイドチェンジですね、サイドチェンジでカットしていくと、はい、このような感じでサイドチェンジします。はい、こんな感じでやっていけばいいかなと思います。ちょっとこれなんかよくわかんない髪型になってますけど、まあ、これ切り方実際人毛でやると結構綺麗にこうひし形シルエット作れたりとかできるんで、だいたい使えるのは、まあ、20代でも使えますけど、まあ、30代40代ぐらいの使えるスタイルかなと、大人の方で使えるスタイルだと思います。はい、あとは何だろうな、前髪とか、前髪はまあ別にこの間やりましたからね、前髪カットはね、はい、なんか疲れてきたな。そんな感じでこれ結構ね、配信って皆さんやったら分かるんですけど結構疲れるんですよ、話してるから。僕は話そんな得意じゃない、話あんま得意じゃないっていうか、まあ、基本は引きこもりなんであんまり人前で話せないんですけど、結構疲れるんですよ話もね。はい、ということで、まあこんなカット、これ人毛でやるとね、あとねこれちょっとパシャってなってますよね、パシャッと。はい、ちょっと角度変えます。ちょっと自信じゃないですよ、すいません。はい、ちょっといいですか、なんかケバケバってなってますよね、ここね、わかるかな、ケバ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 ちゃん。まあこういうのをダイバルタン、こちらですね、ダイバルタン、こういうので取っていきます。でダイバルタンもこれ R 入れながらやっていった方がより、よりですね、なんて言うんでしょう、面が綺麗になっていくっていうか、
まあ、これ人間だけでやるとね、本当綺麗に、まあちょっとウェットなんでちょっとあれですけど、タイバルトはねちょっと縦で入れたりも、まあ、僕はいつもこうちょっと営業ベースやっていくと、あのこういう R をこっち使って、まあこういう感じでちょっと切るんですよね。バックにこうやったりとかして、で、あんまり表面をこうやってやってると短くなっちゃうんで、縦で中で、ね、収まんない毛って結構あるんですよ。この髪の毛の中の方で収まんない毛、それをこうちょっと取っていくような感じで取っていくんですけど、まあ基本ドライですよ。今これウェットでやってるんでちょっとやり方ですけど、でここで中の引っかかってる毛取っていくと、結構ですね収まりが良くなっていきます。勉強になりました、いつもありがとうございます。あ、門脇さんありがとうございます。全然勉強になってますかね、すいません、こんな僕のこんなんで申し訳ないですけど、こんなんでよろしければ、はい、また配信させていただきます。これを応援していただくと本当頑張ろうかなと思うんで、で、R を入れながらこういう風にやってったりとか、あとは、まあ、僕使うのは、逆に反対側、これちょっと危ないですけどね、こっちの刃を使って逆側やるとかね、これやると小顔効果出ます。これ小顔効果用、フィットさせるようですね。こういう感じでやっていくと小顔効果のフィット感が出るんで、これね人間で誰かモデルで出てくんないかな。そう、今度お客さんでちょっとねライブできたらちょっとやりたいなと思うんです。この時間でやってくれる人いないと思うんで、営業中とかもしちょっとライブできそうだったらお客さんに頼んでやってみたいと思います。結構変わるんですよ。なんでちょっと出ていいよっていう方がいたら、あのちょっとお客さんで見せたいと思いますね。はい、まあこういうのをちょっとね、目をきれいに、これはね毛玉取りですよ。要は毛玉取り用バサミですね。これでこういう風にやっていくと毛玉が取れますよみたいな感じで、も毛玉も取りすぎると穴ができますよね。それと一緒で、なぜ毛玉を歯をね、こっち側にしてるのかっていうと、穴開いちゃうから頭の丸さに合わせてこれも入れていかないと、毛玉取りって穴開けたら、穴開くじゃないですか、やりすぎたら。こっちでやると穴開いちゃうんですよ、大切なところで。でこっちにやるとどうなるかっていうと、髪の毛っていうのは散っていくんですよ、中心から外に行っちゃうんですよ。でこれをこっちに向きにやることによって中心に寄ってくれるんですよね、っていうような、まあ僕の勝手な理論なんですけど、合ってるか分かんないですけどね、まあそんなような感じにして毛玉取りもやりすぎないように、ね、負担かかんないようにってやっていくような感じで、うまくこの裏と表を使い分けたりとかしてますっていうような感じで、まあ、こちらの流れのスタイルはこれ本当3分ぐらいで切れるカットなんで、営業で使えると思います。ですので、これ繰り返してみていただいて、ぜひ、そうですね